はい、今日は川舟にご乗船いただきましてありがとうございます。ちょっと暗くはなってるんですが、まだ景色見えますんでね、船というですね、暮らし、暗地の景色を楽しんでいただきたいと思います。いいね。田中と申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さんどちらから来ました？大阪から来ました。大阪、はい、あ、どうもどうも。右手ですね、人間館というミュージアムでございますが、昭和23年ですね、お米の蔵をですね、民芸品のですね、ミュージアムですね、変えたんですね。商品がですね、1万5000点ほどございまして、うちですね、600点ほどうちも展示しているんですね。日本でですね、2番目に古いという民芸品ですね。この民芸館がですね、設立が契機になりまして、昭和23年ですね、この歴史的建造物をみんなで、保存していこうという気になったということですね。ここですね、先ほど見ましたように蔵が多くいい地域なんですね、多い地区なんですが、で倉敷というんですね、敷地に蔵が多いということで倉敷ということですね。なぜ多いかというとですね、ここですね、お殿様いないんですね、城下町じゃないんですが、大官所があったんですね。でその大官所の音響をこもりましてですね、みんなここに、いろんな物資が集まって、蔵が建ってですね、一時保管させてですね、で一時保管の、手数料を取ってですね、でみんな金持ちになったと。白壁にですね、黒いプレート貼ってますね、この蔵っていうのがね、これ生子壁っていうんですけどね、これ瓦なんですね、プレートなんですね、黒平瓦言いまして、この目的がですね、この白壁のですね、補強とですね、もう一つはですね、防火が目的なんですね。それと一番大事なんですね、やっぱステータスなんですね、ステータスシンボルで、この生子壁を持つ蔵っていうのはですね、自分たちが金持ちだということをですね、誇示しているんですね。でそうしたですね、美観地区ですね、この生子壁の蔵ばっかりなんですね、みんな金持ちなんですね。総合業って儲かったんですね。それと大官所が良かったんでしょうね。あとですね、大官所がですね、でも明治になってですね、アドバンテージがなくなったんですね、明治になって、廃藩置県になりましてですね、大官所が廃止されてですね、それで暮らし困ったんですね。というのはですね、この辺海でしたんで、土壌に塩分含んでるんですね。ですんで、お米の栽培に向かなかったんですね。でですね、いぐさですね、花火の材料のいぐさとかですね、あと綿花ですね、でそれでですね、栽培して、あと明治の初めはですね、政府が繊維産業を奨励したんですね、まあ、それにもあやかってですね、倉敷は繊維の歴史の町としてですね、栄えたんですね。倉敷デニムストリートという看板が見ますですね、あれですね、倉敷はですね、南に小島駅とかがございまして、そこでですね、日本で初めてですね、ジーンズを生産販売したんですね、小島駅のところですね、ジーンズの発祥の地なんですね、日本の昭和40年ですね、1965年にですね、初めて日本で、ジーンズを販売、生産販売したってことですね。朝行ってきました。小島の方に。小島ストリート。あ、ですか。行きました行きました。ジーンズストリート行かれました。ああ、良かったですね。行きました。はい。はい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 。車で来られたんですか。はい。車でも大阪から。